なんだ、高橋もボール持ってきたのね。あれ、だってこないだ主持ってきたから、次は俺が持っていくって言ってたじゃん。あ、そういえばそんなこと言ってたような。まあ2個あって困ることはないしいいけど。小学校時代は、普通に話して仲良くしていた友達でも。あ。こんにちは。おう。じゃあまたな。はい。いやー、焦った。昔はよく遊んでたけど、向こうが中学生になってからは全然だったからな。なんかそのせいで余計に気まずかった。中学だから先輩後輩ってのもあるし。先輩後輩、あるある。年の違う幼馴染と、ちょっと気まずい感じに。はい、この日本独特の謎の文化。小学校までは何もなかったのに、中学から急に先輩後輩社会に。昔は普通に話してたのに、中学からは急に敬語。主も、子供の頃は毎日のように遊んでいた2個上の幼馴染が2人いたのですが、その友達が中学に入ってから徐々に遊ばなくなり、数年後、主が中1になった時にその2人は中3。たまに学校で会うと結構気まずかったです。皆様も似たような経験ありませんか？ということで本日は、先輩後輩あるある茶番、お楽しみください。お、あそこにいるのは高橋先輩。先輩。お、遊戯と英気。こんにちは。おっす。先輩、また今度勉強教えてくださいね。お、じゃあまたテスト前に補習するか？やったー。おい、高橋、ちょっとこっち来てくれー。どうした？あ、ごめん、じゃあまた。はーい。高橋先輩、相変わらず優しいわね。マギ尊敬。お、あそこにいるのは、おい、ルフィー。お、遊戯に英気って、お前ら、先輩なんだからせめて呼び捨てはやめろよ。そんな細かいこと気にしちゃダメよ。フォーフォー。まったく。先輩後輩、あるある。絶対に両方いる。尊敬されるタイプの先輩と、舐められるタイプの先輩。いいなぁ、テニス部は今日休みか。うん、昨日大会だったからね。サッカー部なんてそんなのお構いなしで、基本休みなしだぜ。あの顧問、厳しそうだもんな。高橋オフス。あ、霊夢先輩、2年生の会で何してるんですか？ちょっとな、田中先生に用があって。ああ、2年生の担任ですもんね。先輩後輩、あるある。友達といるときに、その友達の先輩が絡んできたとき、半端なく気まずい。もう黙ってるしかできないからな。次の練習はコーンが必要だな。じゃあニトリ、ちょっと持ってきてくれないか。わかりました。先輩後輩、あるある。自分より上手い部活の後輩に、弱冠器を使う。あ、先輩おはようございます。ウィッス。マジ学校ダルビッシュだぜ。おはよう、ウィッス。あ、先輩、おはようございます。え、今ウィッスって言った？すいません、間違えました。先輩後輩、あるある。ついつい先輩にタメ口。はい、これはたまにありますよね。とっさに出ちゃうタメ口な。それにしても、本当に不思議な社会。こんな中学から上下関係がしっかりしてる国は世界でもあんまないようです。なんでこうなったんだろうな。正直主は中高時代、もちろん先輩には敬語使ってましたが、後輩に敬語使われるのはあんま好きじゃなかったです。皆様はこの中学からガチガチの上下関係社会、どう思いますか？それでは、本日はこの辺で。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。